さんは彼氏がいいです。おお、いいな。いいな、いいな。え、普通の心、お願いします。ここ教えてください。どこ欲しがるな。結婚ってなると、まず、徳本、あと、マダムキャバ嬢と、マダムキャバ嬢と、あと、そこでクリアしていくのって難しいな。ちょっと一個ずつ潰しますね。公認会計税理士の小山です。はいはい、そして同じく公認会計税理士の深見です。そしてそしてカブトムシゆかりです。お願いします。お願いします。はい、ついに、はい、まあ、パチモトさんがいませんけど、そうそう、ね、パチモトさん以外多分パチンコ行ってるんでそれ以外は全員フルメンバーが揃いましたということで、もうカブちゃんも、はい、もうレギュラー準レギュラー、僕が今一応準レギュラーなんですけど、はい、レギュラーお願いしたい、狙ってますよ、本当はね、本当はね、はい、忙しいんで、でももうなんかすぐ多分また新しい女おお、素晴らしいですね。カブちゃんぐらいですね、こんな小山先生に切り込める確かに、あんま見たことないですね。はい、ここのね、コンビネーション、この何回かでね、西麻布の攻防がね潰し合いですけど最終話らしいですね。そうですよね。一旦はそうですね。この西麻布の赤羽の攻防もあると絶対にしたいと思ってます。戦争ですよ、戦争。まあ今日はそれでなんかもういろいろ税務に対するのをいろいろ取ってきたんですけども、はい、これで終わりませんよ。お、何があるんですか。まあ税務とかの話もいろいろしましたけども、普通に税務と関係なしにカブちゃんが普通にしたい質問、はい、なんかどこで、それこそどこで遊んでるのとかみたいなのとか、うん、じゃあ小山味方パートナーズがカブちゃんにしたいプライベートの質問とかもあると思うんですけど、はいはいはい、していますか今。え、ダメですそんな簡単にさせないですよ、ね、ゲームで勝ち抜いた方がその質問をする権利を得ます。なるほど。そしてまあ負けたらしょうがないです、なるべくも言うっていうようなゲームを今からやろうと思います。かしこまりました。はい、それでは質問めっちゃしちゃいます。触って触って、なんでそれ、場所変えるんですか。変わらないよく皆さんこれこれね、あのよくバラエティ番組で、はい、これなんかこういう風になんちゃらっていうのあるじゃないですか。はい、ということで、ね、このポイントを制します。ポイント制、声は声のパターンです、はい、カブちゃんなんで、じゃあカブちゃんに2回、まあ、1回1回やってもらって、勝った方が質問できると、はい、っていうことにします。なるほど。どっち先行いきます。じゃあカブちゃん2回やるんで、カブちゃん先行やります、ね、はい、じゃあ見ない方がいい。じゃあ見ない、そうですね、はい、じゃあうわー、うん、それあ、毒あるんじゃない。え、ですか毒ないんですかそれ。毒はちょっと触る場所にもよるかもしれないです。大丈夫ですか、カブちゃん。はい、え、絶対よ。それではカブちゃん向いてください。向いた、向いてます、はい、はい、いや、そう、なんか下ネタじゃなくてですよ、あのおぉ違います、この振り向いてください。違う、そっちの意味じゃない、違う、どういう意味かだけ詳しく聞いてほしい。レディーとか知らん、何か顔面下ネタみたいな顔して、いいっすか。はい、カブちゃん何が入ってるか、じゃあ、はい、ラウンド1ですよ、はい、本当見えないですね。はい、動きます。それは言っちゃダメ、ちょっとね、わかんないですけど、どうなってる、はい、見えるんですか、お客様。え、なんか、毛おかしいです、これ、これ寝そべってるだろ。え、場所こも寝そべってる。パチモトさん座ってないですそんな、そんな小型のパチモトさんいないですよ。パチわかった、わかった。はい、じゃあ正解ちょっとお願いします。正解しちゃおう。正解しちゃおう。魂。おお、正解しました。ちょっと待って、
ピンポイントやった。いやちょっと触らせすぎじゃないですか。あ、じゃあ制限時間設けますよ、はい、そのじゃあ10秒なら10秒で、ね、わかりました。じゃあ次からはい、フリーだフリーだ。次から1ポイント1ポイントじゃあ次深見さん、はい、じゃあ後ろ向いてですね。はい、後ろ向いて、じゃあね、ちょっとこれって大丈夫、編集の技術で面白くなりますかね。なりますなります、この茶番。いや全然ない、もう声を大きく出しとけばいいってなります。あのお笑い学校で言ってました。 NSC はい、声をじゃあ、あ、そういうくだりもいるんですね。これかな、いつも触ってる。はいはい、マジですか。お願いします。はいはい、もう入ってますんで、もういきますよ。ああ、はい、ちょっと待って、10秒だから。オッケーです。な、今フライングショットした。大丈夫です。じゃあ行きますよ。これでも怖いですね。いやもうやりますよ。よーい、スタート。いや、もう全然わからない。え、全然わからない。あ、でもそれで言うと分かりました。え、あ、もう10秒だ。それで言うと、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 ちゃんと触ったら分かりました。あ、じゃあ答えをどうぞ。ゾウさんのジョーロ。え、すごい、すごい。マジで。え、ゾウさん回ってます。ゾウさん、じゃあ、あ、何色ですか。確かに何色の、まあ、ゾウさんのジョーロです。キレキレを触って分かります。色は分かります。何色かをちょっと当ててもらわないと、ポイントはちょっと。でも、ド定番でいくと、これ多分緑ですね。おお。で、ド定番ね。ド定番でいくとですね。まあ松尾さんのジョーロっていうのは合ってましたけども、ピンクだ。ピンクでしたー。まあまあでも色は濃くなんで1ポイント。そうですね。そうですね。はい。一日しましょう。はい。一、はい、日で。じゃあ行きます。ね。あ、じゃあ次、カブちゃん。カブちゃん。あ、私ですか。うん、カブちゃん。分かりました。これ最後ですね。はい、カブちゃん、じゃあ、はい、選べます。はい、2ポイントのものか、1ポイントのもの、どっちがいいですか。1ポイントのやつ。あ、いやいやいや、そんなもんねえぞ、パチンコだね。ちょっと仕掛けに行かなくていいんだろうな。じゃあ、まあ、いきますね。いいっすね、うん、それではじゃあこれがね1ポイントなんで、じゃあ10秒いきますよ。よーい。10秒くらい数えられない。じゃあ数えます、はい、スタート。羽があるでしょ。え、こうかさす。いいですか。あ、はい、どうぞどうぞ。こうかさすオカブト。正解。いや、出していいですか。出していいです、出していいです。羽がこうなってたんで、はい、こう羽があるな、あ、カブトムシを持ってきたんだなって思って、はいはいはい、この胸部に2本で、頭角1本、はい、こうかさす。これはすごいな。似てるカブトムシにアトラスっていうのがいるんですけど、はいはい、ここの突起がないんですよ。突起、はい。種類が分かれるので、あったのでコーカサス。すごいですね。あと、いいですか、あの理科の授業であるんですけど、足の多分場所違います。嘘でしょ。足の場所がなんか向きおかしくないですか。だってこうなりますもんね。確かに下向いちゃって。それは僕が組み立てた僕が分かるんです。あんまり知らなかった。マイナス1ポイント。すごいですよね。でもすごくないですか。すごいと思います。これも本当に待って、癒せないですか。びっくりしました、本当に。だから僕、何だったっけな、さっき名前覚えてたんですよ。効果さすって。え、効果さす。効果さすって自分で思い出そう。やばすごい。さすがさすがさすが。やばい。それはいいですね。変わったってことは1対2ですね。1対2、2対1。じゃあ僕2点のポイントのやつで勝ちたい。おっ、2点のポイント。はい、じゃあ行きましょうか。え、すげえ。福原先生お願いします。じゃあちょっと2ポイントの勝てるのね。すげえ。え、でもそれ簡単じゃないですか。いや、全然分かんないです。どれが。いや、なんか急に変えましょう、なんか。さっきちょっと見てないようなものですか、はい、目に映ってる可能性があると。あ、ちょっと足りていいですか。はい、ありがとうございます。
それ、この先生わかるかな。いや、わからない。わからない。じゃあ、お借りします。はい、ほら、じゃあ、急遽カブちゃんが仕入れてきた2個、はい、こっちは仕入れた、こっちはもともとあったもの残してね。わあ。うわー、1個難しいな。両方難しいな。じゃあ、2個入れました。じゃあ、小山さん、もういいですか。はい、大丈夫です。え、何したいですか。剥いてください。はい、剥きます。はい、まあ、2個入ってます。はい、1個難しいんですよね。1個難しい。今、カブちゃんが調達してる。え、両方難しいですか。でも、結構サイコパスなんですよ。分かってます。一つ、あ、サイコパスじゃないわ、なんて言うんですっけ、あの、ダイゴさんみたいな、あ、メンタリスト、メンタリスト、メンタリスト、ごめんなさい、サイコパス。全然違う。全然違う。チケッチケッチケッチ。メンタリスト、メンタリスト。あ、1個分かりました。あの、むしろ持ってきてもらったのが。おー、さっき言っていいですか。言わない方がいい。まあ、もう、はい、あ、じゃあ10秒取り上げます。では、用意スタート。僕、1個分かりましたもんね。はい、終わってました。おい、これがむずいですね。あ、でも、この感じ。あ、まずカラーですね。カラー版。カラー版の方ですか。カラー版、まあまあ、10秒。10秒が取られたんで。ということで、まあ、1個目じゃ。あ、1個目、これ、アイコスですよね。おぉ、これもう完全は。もう1個が難しいんですよ。はい、これ、まず A と B があるんですよ。A と B がある。A と B があって。どういうことですか。はい、僕ちょっと。この感じ、B ですね。B です。これ B の方。マジですか。B の方です。これは僕がさっきあの上からこの書類、はい、なんか書類切って抜いてきたんですよ、はい、それを今入れました。本人会計士ですよ、こっち。でも触り慣れてるから、はい、ちょっといい。触り慣れてるチームの触り慣れてるから、全部そうですね。なんすか。ちょっと B の、え、なんですか、これ名刺は。個人の確定申告書の B です、これは。完全に。えっていうのは見せてもらって。完全にそうっす。 A とか B のカラー版っす。個人間違いないですね。あ、ほんとだ、まだ B で書いてある。正解です。何が違うんですか、この A と B と。あの、重さが違うんですよ。まず A はもうちょっと簡単、簡略版なんで。はい、で、まずカラーかどうかは、まあ、手で分かりますね、普通。あー、さあ、色なの分かりますよ。なんかそれ、受かるための試験にこれあるんですか。触った書類を確かめろ。必須科目の最後これなんですよ、試験。いや、これ、こうやって申告書の B ですっていう。もうすごいですよ。すごいな。はい、さすが。っていうことは同点ですね。え、同点。あれ、カブちゃんが、まあ、1点のあれだったんで、さっきこれが2点、はい、カブちゃん2点、小山味方パートナーズ1点、2点で3点で、まあまあしょうがないですよ。じゃあ小山味方パートナーズ小山味方パートナーズがちょっとカブちゃんに何でもとりあえずね、まあ、答えられるかどうかわかんないですけど、まあ、質問をできると、はい、いいですか、カブちゃん。はい、これ何でも OK なんですか。何でも OK ですか。そうですね、はい、あの、配信しないんだったら大丈夫です。配信しない。答えて配信できるかどうかは後で決めれば大丈夫です、はい、じゃあ使う。はい、使う。ちょ、僕、いいですか。もう恥ずかしいって言って多分出て行っちゃうんだよ。恥ずかしいことになるから。そうなんですか。はい、そうです、はい、ソフト、はい、ちょっとね、もう私利私欲を肥やしていいですか。はい、もうせっかくカブちゃんここに来ていただいてるんで、今、うちって男がめっちゃ多いんですよ。男社会なんですよ。で、もうカブちゃん来てくれなかったらいつももうこの男でわちゃわちゃやってるんですけど。あれでも私すごい可愛いらしい女性、竹下さん。竹下さんね、竹下さんはいるんです。何倍登場率が少なくですね、うん、あれを見ながら、竹下さんはこの中の誰の彼女なんだろうって。お、いい目線。あ、いい目線。やっぱすごい。わちゃわないです。進んでますね、ここ。やむけるだろうなって思って、めちゃめちゃね、可愛らしい、可愛らしいですけど、まあ、たけし先生の件置いといて、それとね、カメラマン、高翔さん、はい、ちょっとわかんない、プーミン、ね、茶羽根ゴキブリ、何でしたっけ、茶羽根ゴキブリ、茶羽根ゴキブリ、茶羽根ゴキブリ、どっちもあるね、イメージ、ゴキブリ、イメージ、ゴキブリ、で、ね、何でしたっけ、キュウガリエ、マルギ、ボクリだろ、全然違うけど、あと、パチモト、パチモト、あと、まあ、メンツがいるわけじゃないですか。そう、彼氏、うん、そうそうそう、彼氏、なんじゃ、結婚入って、友達3選、2人落ちますよ。2人は落ちるんだよ。2人は落ちるんだよ。2人はもうマジ関わりたくない。いや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 、うわー、嫌だな、嫌だな。
金輪際収録に来ても絶対もうあのいわゆる共演 NG 共演 NG っていう共演 NG されるはいっていう感じで、うん、逆のパターンで逆のパターンで言うと、はい、その岡本先生は、はい、多分この3つの中っていうよりは多分兄とかそっちのイメージなんでこの3つの中には優しい。なるほど。ある意味共演 NG を今回避した兄っすね。兄とかの親族でいてほしい親族タイプね、はい、わしゃー言ってましたもんね。あとやっぱあのやらしさが一切ない。いや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 やらしいです。やらしい先生ここです。やらしいよ。松本先生はね。知らないけど。全然見れてなかったね。健全な男性ですよ。じゃあちょっとここね今岡本先生。岡本さんの兄ってなって。兄やね。友達から行きましょうか。でも友達はもう完全に交渉さんです。いいな。なんでですか。その心はちょっと嫌だな。え多分なんかそのなんていうんですかね。こう利害関係で人とはあんまりそんなに付き合わなさそうだなとプライベート友達あでもそうっすねなんかそれで言うとでも郷翔さんいきなりタメ口聞いてませんでしたそんな覚えてなかったこと敬語敬語敬語タメ口でもカメラマンですからねだから友達なんだそういうことなんだそういうことなんだ裏回りに来れるみたいな、はい、びっくりしたんですよゲストだよゲストだよって言ってんのにあどうなみたいな最近どうな利害関係あったそういうことじゃないの、はい、なんかそういう部分ではって思いましたタメ口でいけばよかったじゃあ子供いてもタメ口で DM くれと思ってちょっとってかもうあれですよねコンさんになんか一人は脱落するってことですよねそうですでも僕自信ありますあでも小山さんは彼氏がいいですおお、はい、いいないいないいなえ、バイアスそんな心はこれがしたらここ教えてくださいちょっとどうも欲しがるな結婚ってなるとまず、結婚ってなるほどまず、あのですよねその、今後ろに見えるちょっと徳本とあと見えます徳本そうですね、徳本と、はいはい、徳本ちょっと博多のキャバ嬢とあと、博多のキャバ嬢とあと、本命の本命なんか、会社員のまあ、自分たちが働いてる感じの人が見えるんではい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 そこでクリアしていくのって難しいだろうちょっと一個ずつ潰します今楽しいってなるとでも小山さんの前でタメ口にならせてるか呼び捨てない呼び捨てない前で年は取れないなって思います年はなあ三百年代の時間ですね私は何を言いますか膝ババアになったのか今そうなんですよお前はババアなみたいな感じでなんかいつもちょっとこうおしゃれしてたいなって思っちゃうからってなるとね。でもそれでも彼氏にしたいです。ありがとうございます。プラスの面聞きたい。はい。ポジティブなんで。プラスにします。プラスの面。そうですよね。だってもう本当にだってねいいところしかないじゃないですか。まあね表向きはね。そうですね。裏の部分はねまだわからないんでね。結構我慢できないけど彼氏にはいいとその場しのぎ。いや、いやなんか絶対将来自分のためになる多分有益な話とかもいっぱい聞けるだろうし、はい、けど一緒に年は重ねられない重ねた時に不安になってしまうと思いますご自身がくらい、あのビジュアル的にビジュアル系素晴らしいと思いますけどまあでもいいじゃん悪者岡本お兄ちゃん交渉さん友達、うん、小山は、彼氏、はい、さあ残り一枠弟枠も欲しいですよね敗者復活で岡本の弟枠でもこれ結婚食い込めればだってまあ確かに一番のちょっと究極ですか究極の人生を共にする相手ですからちょっといいですかねいいですかこれ二人を僕一気に興味見せたんでちょっといっぱいやってください早くなる早くなる一回ちょっと三人で入ってやってみて朝ごはん作ります朝ごはん作りますね僕も大野さんとは結婚は考えられない共演NG じゃないですか共演NG 決まりじゃないですかでも本当に結婚無理ですかいやでも意外とね確かになるってなったらなりますよダメだかいダメだかいなんか、はい、仕事として意識してしまったからだーなー、ね、なるほどもうね取っ払いますよじゃあはいじゃあ分かりましたじゃあ一緒にパチンコ打ちに行く人
でいいです。あ、でも友達で、友達で今分。はい、友達。そうなんですよ。枠でってなっちゃうと。じゃあ結婚ってなるんですか。もし僕って結婚ですかね。できます？結婚。ええ。中見先生ですか。はい。やっぱ奇跡や。どういうこと？どういうこと？どういうこと？奇跡の。いやいや、素晴らしい、ありがたいです。でも、まあなんか、あの、大野さんができないんでっていう感じだったんで、欲しがるね。いやいや、理由は一緒じゃないですか。ストレートに理由を。ストレートに理由、あ、でもふわふわしてる。ふわふわしてる。あ、まなんか、あの、喧嘩とかにはならない感じですかね。なんか、あれですよね、その、変わらなさそうだなっていう。ずっと、あの、付き合いたても同じと、3年経っても同じと。なるほど。いや、羨ましいな。結婚ゆうくんか。いや、ありがたいですね。本当に多分、恐縮しちゃいますね。女性が。うん、まあ、僕は恐縮ですね。喋りやすい。喋りやすい。いや、それもいいですよね。喋りやすいって。優しい。やっぱさすが旦那さん。優しいです。喋りやすい。割がならへん。いや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 、アピールしないです、俺の余裕の不動の位置ですね。まあカブちゃんをねお招きして、まあいろいろ最後はちょっとゲームコーナーもあり質問ありの全部のこと話してきましたけども、一旦あれなんですか、ここでカブちゃんは、はい、自由にさせたり、自由に答えてもらって、また気が向いたらまた戻ってきてもらうような感じでね、やりましたけど、どうでした、もうなんかまとめてるんですけど、なんか勉強になりましたか。勉強になりました、すごい楽しかったです。思い出に残ったなんかあります、講義というかフレーズ。思い出に残ったことは、やっぱすごいショックだったのは、ショック、あの意外と兄として選んだ岡本先生が、岡本先生、はい、あの女行くっていう、彼の名誉な感じですけど、そんな下質な感じです。健全な男性ですよっていうのは、はい、僕は伝えたい。行くとか行かないとか、ほら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 、ありがとうございました。さあ皆さん、 KTV を最後まで見ていただきましてありがとうございます。そしてチャンネル登録、 LINE アット登録、高評価ボタン、 YouTube へのコメント、よろしくお願いします。また見てね。